こ行きましたか？
んなところにいらっしゃったんですね。スフラ様って、スズラ様より聞かされてはいませんか。スズラ様は若杉家のお方です。うん、名字は若杉だって言ってたけど、だけど様がつくような若杉って、おそらくあなたの考えている通りでしょう。スズラちゃんってすっごいお嬢様。やめてください。私はただのスズラです。家を出た時点で若杉とは何の関係もなくなったんです。法的にあなたは若杉ですし、社会的にも依然として若杉のままです。いくら否定したところで、あなたに流れているのは若杉の血。私に千羽の血が流れているように、人が生きている限りそれは絶えず体を巡っているものなのです。スズラ様、知りませんよそんなこと。会長が亡くなられた今、若杉を継ぐ資格があるのはスズラ様お一人です。そんなの若杉の自業自得じゃないですか。一人になるよう仕向けたんですから、一人しかいないのは当たり前じゃないですか。大体グループの経営は滞りなくきちんと回っているんでしょう。私みたいな小娘はどうせ苦物にしかならないわけで、世襲制なんてナンセンスですよ。私は何もかも放棄するって言ってるんですから、それでいいじゃないですか。単なる企業体としての若杉ならばそれで一向に構わないでしょう。スズラ様を必要としているのは、我々鬼切部を束ね政財界との折衝を行う鬼切の頭を継がなければならない若杉です。阿部、土帝から鬼切の頭の役目を継いだ表と裏、過去と現在、宇都所と閣僚、二つの世界をつなぐ橋としての若杉です。そんなの私は知りません。全然やる気のない私より義務感のある誰かがやればいいんですよ。スズラ様、
ち、待って。待ってよ。待ってってば。体中痛い。運がいいんだか悪いんだか。つづらちゃん、生きてる？なんとか生きてますよ。これは自力で脱出するのは難しそうです。二人の身長を合わせても全然高さが足りてませんから。ふう、困りました。でもこれでつづらちゃんに逃げられなくて済むよ。私もう疲れちゃった。助けが来なかったら私たち飢え死にですよ。共食いでも始めますか。しないよしない。そんなことしないよ。まあ殺し合うほど飢えるより先に脱水症状か何かでおしまいでしょうね。どうしてつづらちゃんはそんなこと言うかな。
心配しなくても大丈夫だよ。そんなに待たなくても助けが来てくれると思うし。キツネって狩りがうまい動物なんだよね。きっとオバナちゃんが匂いとか足跡を追ってきてくれるよ。この状況でオバナが来たとして何かの足しになると思いますか？直接は役に立つのは無理っぽいけど、でもオバナちゃん賢いから千葉さんかサクヤさんを連れてきてくれるんじゃないかな。縛るつもりはないですから首輪の類はつけてませんよ。だけど私この音どこかで。鈴の音と一緒に女の子のクスクス笑いが聞こえてきて。そう、こんな笑い声かしら。そうそう、つづらちゃん、こんな感じ。ケイお姉さん、私じゃありません。ごきげんよう、三重の血を引く覇刀の末裔。